今日も新たに新型コロナウイルスの感染者が静岡市と掛川市で3人確認されました現在3人ともはっきりした感染経路が分かっていないということです静岡市によりますと静岡市清水区の70代無職の男性と静岡市の60代無職の女性の2人の感染が確認されました70代の男性は発熱や息切れの症状があり中等症で 60代女性は発熱の症状があり、入院しています。一方、県も今日会見を開き、掛川市の30代会社員の男性が新型コロナウイルスに感染したことを明らかにしました。男性は今月13日からくしゃみや倦怠感などがあり、今月18日からは38度台の熱が続いたということです。発症から2週間前までに、 県外への移動、海外への渡航歴はなく、感染経路は分かっていないということです男性には同居家族もいて、発症後も出勤していたということで濃厚接触者について聞き取り調査を進めていますこれで県内の感染者数は、昨日から3人増えて、合わせて62人となっています